のモナリザラウンジ。お疲れちゃーん。お疲れちゃんです。とモナリザラウンジのオーナーで愛媛県東温市観光大使兼シンガーソングライターの茜澤エメルです。愛媛県東温市の観光大使兼役者の鷲見亮でございます。佐々木酒店あるじ佐々木です。はい、そうですね、はい、今日は28日で明日が、29日、3月じゃなくって29日だったんです、ね、そうなんですよね。4年に一度、そしてオリンピックの年でもございます。あ、そうですよね。そうですね。得しましたね、はい、1日。そうですね。最高ですね。何しますか？ニンニクの日っていう噂もありますけど。そうなんですよ。229でニンニクの日なんですね。どんどんニンニク食べましょう。ラーメンに必ずニンニク。しかも餃子。あと何かありますかね？餃子女子。ね、あ、餃子女子。なんすか餃子女子って。なんか、はい、宇都宮の方で流行ってるんですか。そう、もう全国的に流行ってるって言ってましたよ、うん、餃子専門店も。なんかだいぶ前にご来店いただいた玉木千春さんが餃子女子みたいな感じでなんかいろいろと活躍されてるみたいです。はしごしてるみたいですよ皆さん。おお、餃子、次の餃子だ。そうそうそう、おここの餃子美味しいね、次はこの店行こうかみたいな。食べっぷりがすごいんですよね。へえ、パクッと。どこの餃子が好きですか？王将とかなんかいろいろありますけど。あ、でも僕ね、宇都宮に4年間の大学で行ってまして、うん、その4年間で結構餃子のミンミンっていうところがあるんですけども、はい、そこすごく美味しいです。今宇都宮の駅にもあって、はい、そこは好きですね。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子もあったかな、はいはい、とご飯しかないですよ、そこのお店は、うん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 、はい、餃子専門店なんで。餃子専門店、はい、すごく美味しいです、はい、私も四ツ谷の近辺にあるんですけど、はいはい、そこも餃子専門店で、寿司屋の大将から教えてもらったんですけど、はい、結構ランチでもすごい安くて、はい、餃子、なんか水餃子、焼き餃子、いろいろ種類があって、はいはいはい、美味しいんですね。ねえ、うん、もうどんどんニンニク食べましょう。そうですね、なんか、はい、春節の時にね、中国の人って水餃子を食べる習慣があって、はい、ものすごいあれ出たって言ってましたですね。何が出たんですか？水餃子です。あ、水餃子が、そうなんですよ、中国、結構中国って水餃子の文化みたいな、そうそうそう、焼き餃子じゃないみたいな。だから焼き餃子がなんか食べたいけど、なかなか日本じゃないと食べれないということらしいですね。節分でお豆食べるのと同じで、春節、旧正月では中国では水餃子を食べる。あ、なるほど、そう、うん、ヤムチャの文化もございますからね、中国。そうですね、はい、ちょっと前なんですけれども、はいはい、杉正道さん、はい、ゲストで、ね、お越しいただきましたけれども、はい、あとなんか飲み会にも誘っていただきまして、ここだけの話なんですが、あら、羨ましい、はい、ここのウエイターの山ちゃんも行きたがってたんですけど、指くわえてましたけれども、はい、なんかスケジュールが埋まってて行けなくてみたいな、はい、はい、残念で、私参加してきました、はい、すごく、いや、もう本当垣根をなんか なくすような、うん、垣根を感じさせない、だってすごい方なのに、はい、もうフランクで、お、はい、かなりなんかビールを飲んで、うん、ゆめさん、ゆめさんお酒好き、ちょっといろいろといろんな込み入った話もから、はい、芸能界ネタまでお話ししてきました。おお、芸能界のあらゆる話をされたわけですね。そうですね、はい、またね、ご来店いただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、ぜひぜひ、はい、はい、そうですね、そうなんですね、はい、ところで私、もうすぐね、桜の季節がやってまいりますが、そうですね、まあ、4月に、一応今のところの予定では香川県の方の桜祭りで歌うことになりまして、はいはい、お、そうなんですね、4月、ま、香川で桜祭りがあって、はい、きっかけが前回、昨年に10月に、はい、蔦屋裁縫店でライブを行ったんですけど、はい、あ、そうですね、その時に四国新聞に掲載された告知を見て来てくれた元高校教師の方が、はい、いろいろとプッシュプッシュで、はい、桜の歌を歌ってるんで、陽光桜の歌を歌ってる茜澤エメルさんをっていうことで歌うことになったんですよ。おー、そういう中でつながったんですね、はい、素晴らしい、ありがたい話ですね。で、はい、美空ひばりさんの歌をカバーしてほしいということで、昭和の歌姫、はいはい、そして反戦歌なんですけれども、はい、そういう、こう陽光桜も平和のシンボルという、ね、戦争は絶対にダメということのメッセージがあるので、うん、はいはい、この美空ひばりさんの反戦歌で、この曲をカバーしてほしいという曲を、じゃあちょっと今夜の1曲目でお届けしたいと思います。はい、はい、美空ひばりさんの一本の鉛筆。
お届けしたのは美空ひばりさんの一本の鉛筆でした。これは反戦歌だったんですけど、1974年にリリースされた曲だったんですけれども、一本の鉛筆と8月5日の夜だったは、ともに広島市、ね、広島市で、原爆が投下されましたけれども、そのことについて書かれた作品だったんですね。はい。はい。いや素敵な歌声で素敵な曲ですね。これゆめるさんが歌われるんですもんね。はい、この曲はすごく本当に、若い世代のアーティストも本当にカバーしていて、はい、森めぐみさんとかもその広島の方で歌われててということで、ぜひ私も歌いたいなと思いましたね。お、はい、これを楽しみ、はい、桜祭りの方で歌いますので、はい、ぜひ詳細はあかねざえめるのブログホームページで、はい、はい、アップしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。愛媛県の山の中の集落にある人気のない畑。ここに名もなき桜たちが花をつける。平和のシンボル、陽光桜に秘められた悲しい物語をあなたは知っていますでしょうか。第二次世界大戦時中に愛媛県東温市で教師をしていた高岡正明さんが出征し戦死した教え子たちへの供養にと、25年以上の歳月をかけ開発し世界中に植えていた桜、その桜が陽光桜です。2013年、この陽光桜の開発者である高岡正明さんのご子息に私は出会いました。そして誕生秘話を知ることとなりました。ご子息に取材を重ね、高岡正明さんが陽光桜に込めた思い、メッセージを歌にしました。陽光桜からのメッセージを私あかねざえめるが作詞作曲した Stay 桜の花のようにを昨年徳間ジャパンからリリースしました。あかねざえめる Stay 桜の花のように。クイズ、あの頃のメロディー。このコーナーではモナイザラウンジのオーナーことシンガーソングライターの私あかねざえめるが1960年代から1990年代までのあの頃の懐かしいヒットソングの中からクイズを出題します。モナイザラウンジの従業員が、常連客が、そしてリスナーのあなたと共にどこかで聞いたことあるかもしれないあの頃の懐かしいヒットソングのメロディーを聞いてクイズに挑戦します。今週は1974年3月4日付のシングルヒットチャートから出題します。挑戦者は愛媛県東温市の観光大使兼役者の鷲見亮斗。ガンガン行こうぜ、岩尾貴明です。罰ゲームは嫌だよ、半田笹です。イエーイ、ありがとうございます。なんか今週も岩尾さんと笹ちゃんは遊びにいらしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。いやいや、テンション上がりますねこんだけ多いと、はい、いつもね2人とかね、たまに1人とかあるんですよ僕。一人でね、クイズあの頃のメドリーをやってね僕が間違えたら罰ゲームみたいな感じに、あ、二人じゃあもう慣れてるやん ね、 罰ゲーム、ね、うん、慣れてるのかな、はい、まあ毎回やってるからね、さすがに慣れるは慣れるかもはいはい、じゃあ歯医者の方には無茶ぶりモノマネの罰ゲームが、はい、はい、ありますので待ってますよ、はいね、先週は僕なんか理不尽な感じで僕はやらされましたけども、はい、はい、今回もどうせやらされるんですかね、はい、笹ちゃんに振られるというね、すごいそっくりでしたよね。そっくりでしたね。今回も期待してます、ね、おー期待されたったされたったよ、もう告白待ってるよ告白を、もう困ったもんだ、はい、そんな感じで、第1問いきたいと思います。1974年のシングルヒットチャートですね。はい、この曲のタイトルは何でしょう。はい、わかりましたでしょうか。分かってしまいましたね僕は。難しいです。わかりません、ね、でもタイトルだから雰囲気でいけそうな気する。お、タイトル、タイトル、そう、タイトルなんです。歌ってる人はね、タイトルあれですもんね、先生ですもんね、はい、先生です ね、 ね、現在はアイドルユニットプロデュースもされてて。そうなんですか。それもそうなんです。4人か5人の女性アイドル。へえ、赤丸ダッシュさんでしたね。赤丸ダッシュ
あそういう名前なんですか。それはなんかわかる。あはい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 。そうなんですね。おいろんなことやってますね、はい、らしくないですか、ね、じゃあ、 これ、はい、タイトルなんですけれども曲のタイトルですね。はい、ササちゃん分かりましたか。頑張ります。じゃあササちゃんから一つ、これみんなで一斉にやるんじゃないんですそれね一斉になったらねもうごっちゃごちゃになっちゃうと思う、はいはい、どうぞ。ふるさとに帰ろうかな。ふるさとに帰ろうかな、うん、まあいい感じのタイトルなんですがあららららららら残念。でも故郷とか、うん、お母さんとかいろいろ出てきたからそういうニュアンスなのではないかとは思います。俺もそう思ってる。序盤はねでもそうだと思った。俺もそう思ってる、うん、思った、うん、で岩尾さん僕はじゃ あの自信はないです。じゃあ岩尾隆之さん、はい、答えをどうぞ。ふるさと。ふるさとの顔、ね、のメロディーは流れてきましたが、はい、じゃあ、はい、自信ありますね。鷲見亮さん。僕は、ね、自信ありますよ。鷲見亮さん答えをどうぞ。母に捧げるバラード。はい、正解。そうなんです。僕なぜか分かってるんですこのねカラオケ歌ってる人ねすごく仲良くて実は母に捧げるバラード、はい、和紙も生まれてたんちゃうの。開演隊、ね、1973年12月10日リリースの曲でしたけれどもこれは開演隊といえば武田鉄矢さんですよね。金八先生 の、はいはいはい、のお母さんの武田育さんに宛てたメッセージソングなんですよね、はい、なんかすごく長いあの博多弁のセリフで短い歌詞と長いセリフで構成されてますけれども、うん、あじゃ あの歌っている人じゃなくてグループなんですよね。あの開演隊なんですね。あ歌っている人だったら俺びっくりしちゃった、はい、間違えるとこだった。そうなんですね、はい、このタバコの下り以外のところは全部本当の実話を歌ってるそうなんですね。そうなんですね。ほとんどセリフですもんね。結構これは忘年会用の面白ソングとして歌う方がその当時は多かったらしいです。おお、うん、盛り上がったんです ね当時盛り上がったんでしょうね。そうですね、はいはい、なぜかよし1ポイントリードでございますイエイ。まあ、何問あるか分かんないけどね。あと2問あります。あと2問逆転できるよ。罰ゲームになりますんで敗者の方は、はい、いやまだまだまだだからね、うん、じゃあ続いて第2問いきたいと思います、はい、どうしましょう。これもじゃあ歌ってる人とタイトルどっちがいいですかね。いやだって何か分かんないですもんタイトルにしましょう。タイトルじゃあタイトルにしましょう。タイトル、はい、はい、この曲のタイトルは何でしょう。はい、分かりましたでしょうか。あ、わかんないですね。わかんないな。わかんないわかんない。もうフォーク全盛期ですもんねこの時代は、うんうん、そうだね。そうですね、はい、タイトルなんですが、はいはい、歌ってる方はちなみに歌っている方は神田川さん。神田川さん、神田川、神田川を歌ってる方、かぐや姫。かぐや姫、かぐや姫、はい、あ神田川さんあれ今間違えたの？俺 ね素で間違えた。違う違う違う、今間違えたんだよね。違う、さっきのだからマイナス1じゃない、マイナス1じゃない。違う、そういうことではない。神田川さんってグループだと思ったっていうことですか？そう、神田川さんっていうグループかと思った。かぐや姫ですよね。だからマイナス1ポイント、マイナス1ポイントだ今。あえてボケたの。違う違う。はい。ね、かぐや姫さんですね。南こうせつさんですよね。だマイナス1ポイントでしょ、はい、今。ちょっとね、寝起きだったから。この曲っていうのは神田川に続く四畳半三部作の第2弾だったんですよね。はい。でもなんかちょっと自信満々な感じなんで、いやなんかイントロ聞いた時になんか神田川のあのお風呂のねような雰囲気だったので、あなんかそうやってなんだろう、二人で小さな幸せな曲なのかなと思いました。素晴らしい、コメントが素晴らしい、ね、タイトル分かったの。タイトルなんとなく分かりました。じゃあ、はい、岩尾さんは。僕全く分かりません。俺も全然だ。岩尾さんから答えをどうぞ。おふくろさん。おふくろさん、それはさっきの母に捧げるバラード。いやなんか、ね、まあそう、そういうシリーズで来てんのかな、ね、そう、そう思ったの。お母さんつながりで。そうそう、はい、鷲見亮さんはあれですか、自信ありますか。全然ないですよ。全然ない。でも、はい、もしかしたら当たるかもしれないですね。あるかもしれない。当たるかもしれない。俺だっていつも真剣にやってますからねこれ、はい、じゃあちょっと笹ちゃんと答えを、はい、一緒に絶対違うと思うぞバラバラになると思うけど、はい、答えを同時にどうぞ。おでん大好きちびたくん
おでん大好き。ちょっとわしみさん何ですか。わしみさんもう一回お願いします。いやおでん大好きちびたくんだろうな。いやこの、ね、年代ですげえおでんのおでん大好きちびたくんってタイトルは、うん、ささちゃんラブ木造アパートいや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 今日自信満々だったよ今おしゃれラブ木造アパート木造アパートってなんか波線みたいなのがあって木造アパートだけだったらありそうな、ね、感じもしたんですけどラブない方が良かったですかね、うん、そうですねこの時代ではねあの74年なんで、うん正解は、はい、赤ちょうちんでした。かぐや姫。赤ちょうちん出たな。あ全然かすってねえな。全然かすってねえ。でもおでんギリかすったから 0.1 ポイントぐらいもらってかぐや姫の6枚目のシングルでしたね。はい4部作、うん、4畳半3部作でしたね。お、はい、なるほどそうです、ね、素敵な曲でしたね、うんうん、次の曲でラスト問題おあこれ今どうなってるんでしたっけ僕が今 1.1 ポイントじゃさっき間違えたから間違えたとかじゃねえしさっき間違えたでしょでも皆さん、うん、全然ゼロだと思うんで今でも今ねゼロいつの間にや当たってないですよね俺は当たりましたよ あ当たりましたね当たったけど間違えたからね司会者いや間違えたからほら司会者、はいはい、母に捧げるバラード当たってましたですよね当たってましたもんねでもその後間違えたただ次のラスト問題ラスト問題で当たった方は3ポイント入るやったー意味ねーいつも意味ねはいじゃあラスト問題です1974年の、3月4日付シングルシートチャートからの出題ですこの曲を歌っている方は誰でしょうわかりましたでしょうかわかりませんごめんなさいわからないです曲は聞いたことあるんですけれどね女性でしたねそうだね男性か女性かって言ったら女性だねうん何にも、うん、かするのかな本当わかんねえなはい、そうですね曲のタイトルは分かりましたかいや曲のタイトルさえ分かんないです分かんないです、うん、聞いたことがあることしかない聞いたことがあるけど、うんこれは第1位だったんですけどねこのシングルヒットチャートでおお74年第1位、うん、これは知らないのはまずい知らないのはまずいぞ、うん、まずいねその年代のまだでも生まれてないからねじゃあヒントそう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 ヒントですねはいまあ、曲のタイトルは、はい、この歌詞の中でもすごい連呼されてますが、うんはいはい、歌ってる方なんで、 そうですよね、歌ってる方は女性で、はい、何々坂何々子様何々坂何々子あこれも最大のヒントですか間に漢字入れていけばいいはいか、うん、そうなんだけど全然パッとしねえなわかんねえなじゃあ鷲見亮さんから答えをどうぞ芋洗い坂かかり子さん違うよね入れたけどねちゃんと何々坂何々子さんって入れたけどね何坂違うってかそりゃそうだよなじゃあ岩尾さん答えをどうぞ何々坂何々子さんですよ、はい、そうっすね、うん、わしみ坂涼子違うに決まってるでしょうかそしたら俺もっとフューチャーされるもし当てたらじゃあスター私神田さん、はい、答えをどうぞ岩尾坂高子さんイエーイよしかないでしょ違いますあれもう一周した方がいいですかいやこれ大喜利じゃないですからね下の名前は下の名前下の名前下の名前言われても多分そうそうそうピンとこないと思う、うんもう一回いきますもう一回一緒に何そんな引っ張らなくちゃいけないですかこのコーナーいいですよなんかじゃあどうぞ鷲見亮さん答えをどうぞ何も思い浮かばないですよ何も思い浮かばない岩尾さんありそうな名前よおいちょ高坂高坂はいうん、高子
ちょっとね惜しかったんですよ。惜しかった惜しかった、ちょっと近くなってきた。じゃあハンデサスさん答えをどうぞ。松坂、松坂、ちょっと離れました今。ちょっと離れたけど、ね、何の文字も入ってないからじゃあ高坂があってるんだ。あ、高坂、はい、何子さん、適当に言っちゃえばいいんだよ。何子さん知らないよ俺だって俺だって知らないよそんな、はい、正解、正解は小坂。小坂、小坂さん、あきこさん、小坂あきこさん、小坂、惜しかった。あなた、あなたでした。あなた、あなた、はい、あなたという曲でした。あ、そうだったんですね。はい、これ作詞作曲が小坂あきこさんで、はい、あの第4回世界歌謡祭では最優秀グランプリを受賞されて、まあ、大ヒットした曲だったんですね。おー、すごいですね、世界でも。はい、あ、でも本当聞きますもんね、うん、いやめっちゃ聞くけどな、この曲は名曲じゃああれですね、罰ゲームが誰ですか、はい、誰ですか。あ、もうやらせてあげてください。でもあれですよ、僕ちょっとかすってますからねさっきのやつ。だから 0.01 ポイント。何をかすったんだあれだよ、3ポイントの中のだからかすったから俺1ポイントもらえると思うんだよね、うん、そう、ちなみに罰ゲームの内容は、はい、武田鉄矢さんの曲が第一問目にありましたので、海援隊の、はい、武田鉄矢さんのモノマネが分かりやすいかなと思いますし、はい、博多弁どうですか。博多弁どうですかってすげえ俺に目線を合わせてますけど僕当てましたからねでもやっぱ髪の長さからいくと僕以外だね、うん、髪の長さから、ね、私今切ってくる。あーすげえ、それ俺ら待たなくちゃいけないのかい。どういうシチュエーションがいいでしょうか。シチュエーション、シチュエーションなんだい。わし、どんなシチュエーションがいいの。シチュエーションなんだろうね、何がいいんだいまた何、さっちゃんに告白、告白する。あ、半田さんに告白、武田哲也さんに告白していただけないですか。はい、そうなんです。もういい、わし、わし、頑張れわし。もう完全俺がやる前提になったじゃないか。岩尾さんから指名がありましたんで正解したということで逆にどうですか。そうだって、ここは外してコンビだからね、外れてる。ちょっといいですか。あまり、あまり、結局俺が罰ゲームをやるということでいいんですか。じゃあこれからこの先どんどん続くでしょうね。ユメルのモナリザラウンジ、クイズ、あの頃のメロディ、それで、ま、毎回僕が罰ゲームをするということでもうそれでよろしいんですね。じゃあお願いしますあの金八先生、武田鉄矢さん、お願いします。半田笹さんに告白をお願いします。3219。半田さん、武田でございます。前々から今チャイムを鳴らしましたけど出てくれませんね いつもあなたしか見ていません。これは徹夜って怒られそうですけども、こんな私ですが好きになってくれんかね。いやー、見てもいねえし俺も長い長いよわし、ピンポンって鳴らすから長くなっちゃったんだよピンポンって鳴らすと思ったんだろうなとか思ったんだけどブーって鳴らそうかっていうのは薄々感じてはいたよあれ振っちゃったということでダメですかね。あのまた来年お願いします。それはダメだろう来年ってまだでもチャンスもらったよ、稽古で会うだろうかチャンスもらったよ来年って来年いいのかい、うん、来年じゃあまた告りますわ、来年の何かのモノマネで、はい、じゃあありがとうございました。楽しかったです、はい、ありがとうございました、ね、結局僕がやりましたね、はい、楽しかったです、はい、以上クイズあの頃のメロディーのコーナーでした。岩尾高明さん、そして半田笹さんもありがとうございました。ありがとうございました。平和のシンボル、陽光桜に秘められた悲しい物語。戦後の苦しい時代を一生懸命生き抜いてきた一人の少女が名付けた夢桜。私ユメルの実母の半生をたどった夢桜、あなたの希望になる。ユメルのモナイザランジもそろそろ閉店の時間となりました。ユメルのモナイザラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法は、このユメルのモナイザラウンジのブログですね、ユメルモナイザラウンジで検索していただいてブログの方にご来店いただく、そして、メールの方でもご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp
光アットマークミュージックバード .co.jp です。メッセージをいただきました。じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、僕からでよろしいでしょうか。はい、ネロリの風さんでございます。いつもありがとうございます。昨日新造船の試運転に乗船しましたよ。小豆島付近の会場で速力試験などに立ち会いました。青い海はやっぱり素敵ですね、ということです。いや、すごいですね、ネロリの風さん、すごいですね。はい、岡山から瀬戸内海、はい、ということなんですね。はい、はい、あの、ね、瀬戸内海は本当波がこうあんまり立ってなくて穏やかな感じの海なんですけど、はい、ね、香りもいいんでしょうね。そうですね、ね、みかんの香りやら、みかんの香りや、塩の香りやら素敵なんでしょうね。海は行かれます、はい、海は行かれますか。うわ、なかなか行かないですけどね。はい、ただなんかやっぱ海に行くってなるとすごくテンションが上がりますよね。はい、あ、はい、夏に海水浴行ったり、あんまりあの日焼けができないんであんまり行けないですけど、うん、ただ、うん、海水浴ではなくて、まあ、夕日を見ようぜみたいな感じになれたらいいな。そうですね、はい、じゃあ、続いて、はい、春吉さんです。春吉さん、ゆめるさん、この前の早朝のテレビ時事報壇に枝田つきさんが出ていましたよ。政界から引退されるようですが、さすがご意見番トークでしたね。清潔感もあって良い人感が 100%。 ゆめるさんもご一緒されてどうでしたか、ということで、あの、ご来店いただきましたもんね、昨年ね、8月、ね、9日と15日に、はいはいはい、もう陽光桜が、はい、こう繋いでくれた出会いだったんですけれども、うん、もう素敵な出会い、はい、陽光桜のことを、はい、あの、枝田つきさんのブログの方で、うん、たびたび紹介してるんですけれども、うん、はい、あの、はい、とても、まあ、私の、 あの、東京のお母さん、紅白のスナックのママだとか、私の実の父親とかは本当に枝田つきさん、はい、すごい人だよって、はい、やっぱり重鎮の方ですから、はいはいはい、でも人柄もかなり、はい、うん、言い方でしたよね。あ、そうなんですね、はい、そして、あの、はい、裁判官からを経てという経歴なんで、はい、まあ、頭もすごいいいなって。あ、でしょうね、うん、はいはい、だから、まあ、引退されてしまうのはちょっと、まあ、残念なんですけれども。そうですね、僕もお会いしたかったですね、はいはい、またちょっとね、お会いできる機会があったらなと、今年も、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、告知関係は清水亮さん。はい、僕はですね、2作品舞台に立たせていただきます。まず1本目がですね、日本不動機、山本周五郎の原作で、川崎博之監督が演出される作品でございます。日にちがですね、3月13日、3月20日、3月27日と毎週日曜日という形でやらせていただきます。場所はですね、梅ヶ丘プチルピリエでございます。ぜひ、ご観覧いただけたらなと思います。そしてもう一本がですね、本日もゲストで、ゆめるのモナリザラウンジクイズあの頃のメロディーで、活躍された、岩尾隆明さんと半田笹さんと共演させていただきます。3月の29日にですね、こちらも舞台立たせていただきますので、ぜひ、細かいところはですね、鷲見亮のブログ、ツイッター、フェイスブックでチェックをよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひお願いします、はい、チェックお願いします。そして私、あかねざゆめるからのお知らせです。はい、そうですね、平和のシンボル陽光桜、東温市、愛媛県東温市の、桜、ふるさとの開発地がそこなんですけれども、あの、世界中に5万本以上寄贈されて、高岡正明さんが開発したこの平和のシンボル陽光桜の悲しい誕生秘話を陽光桜の物語のホームページに掲載してますので、ぜひご覧ください。この平和のシンボル陽光桜、これを、この陽光桜をテーマに私、茜沢ゆめるが作詞作曲しました、CD ステイ桜の花のように、こちらぜひ、CD を購入いただいて、カラオケ、ダムなどでも歌っていただけたら嬉しいです。全国の CD ショップ、そして、徳間ジャパンのホームページ、ネットの方でも購入いただけます。私、茜沢ゆめるのオフィシャルサイトの方から購入のあなたにはスペシャルな特典があります。出張ライブも行ってますので、ぜひ詳細は茜沢ゆめるのオフィシャルサイトの CD 販売のページでご確認ください。
Facebook の方ではアカネザエメルプロジェクトというあのページがあるんですけれども、そちらにいいねを、していただけたらなと思います。いろいろとライブの動画とかですね、このユメルのモナリザラウンジの、そうですね、再配信ということで YouTube にもアップしているのを紹介してますので、よろしくお願いいたします。そしてこの平和のシンボル陽光桜の私アカネザエメルの音楽プロジェクトの記事が、新聞各紙に掲載、されました。四国新聞、地元香川県なんですが、そして愛媛新聞、東温市があるところですね、そして産経新聞は新潟版、愛媛版、そしてインターネット版の産経ニュースの方ではですね、私アカネザエメルの平和のシンボル陽光桜の音楽プロジェクトの記事が、たくさん配信されてます。私ユメルのツイッターの方でも、またツイートしてますので、見ていただけたらなと思います。そして教えてグーウォッチウェブサイトの方では、私アカネザエメルが専門家としてさまざまな皆様のお悩みにお答えしていて、またちょっとその新しいお悩みにもお答えしていこうかなと思ってますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。はい、いろいろと、まあ、川崎博之監督作品の方では映画ホワイトウィザード、そして明智くのいち、そして、まあ、柔道ガールズ、あの DVD になるそうですけれども、主題歌を担当させていただいてます。YouTube の方ではこのモナリザラウンジの、はい、再配信ですねと、私ユメルの曲がですね、過去の作品のミュージックビデオまで、配信してますので、ぜひ検索して見ていただけたらなと思います。詳しい情報は、さまざまな、情報はですね、ホームページブログで随時更新中です。アカネザユメルで検索をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そして春になったら、はい、この私のこのステイ桜の花のようにのロケ地だった新潟の、ニーツマイロードに、あの並木があるんですね、陽光桜の。桜の並木だいたい、あの4月の中旬ぐらいに満開になるので、はい、もしよかったら一緒に行きませんか。僕ですか。ツアーで、ツアーで皆さんと一緒に、ツアーで皆さんと一緒にって、皆さんってすげえ漠然としてますけど、はいはいはい、もし、はい、まあ、はい、機会が本当スケジュールが合えばの話なんですけども、ね、はい、都内でもなんか、うん、あの八王子の方に、あの、はい、南大沢の方に陽光桜、はいはい、咲いてる並木がありましたりとか、はいはい、新宿御苑ですねの大木戸門にはい、ありますし、はいはいはい、上野公園にもあるそうですよ、はい、ああそうなんですか。ああ本当に各地にある感じですね、陽光桜、はい、そういえば陽光桜の木の下で、はい、陽光桜の木の下でがどうしたんですか映画企画、はい、そうですよね、はい、なんか着々と進んでるみたいで、はいはい、そちらのお話の方も、はい、はいはい、ぜひぜひ、はい、またこの収録が終わりましたら、そうですねするという感じでしょうか。あのイノトンにも出てもらいたいなみたいな、はい、おーイノトンね、久々に会いたいですね、はい、まあ4月2日ぐらいに会えるんじゃないかなと思ってるんですけど、私は。おー細かい日にちまで、はい、はい、あ、連絡しとかないといけないんですけどね。そうですね、あのイノパパにですね、まず窓口はイノパパですからね、はい、ぜひしていただいて、はいはいはい、そうですね、はい、今日電話してみた方が良かったですかね。え、誰ですか。イノパパイノパパどのタイミングでクイズあの頃のメロディーをしてじゃあちょっとイノパパに電話しますかみたいな感じで、どういうつながりみたいな感じにもなりますよね。だったら今してもいいんじゃないですかね。でもちょっと今はちょっとね、さすがにちょっと難しいかもしれないので、はい、はい、今日はね、はい、先週に引き続いて、そうですね、岩尾さんと半田笹さんに、はいはいはい、来ていただきました。僕もなんか珍しくテンション上がりましたし ね珍しくってこともないのか、いつもテンション上がってるんだけど、はい、半田笹さん本当にあの、はい、グラビアではよく拝見してましたけれども、はい、あの実物がめちゃめちゃ可愛い、はい、あのそうですね、すごく小柄でね、はい、はいはいはい、なんか女性のことも、はい、男性だけじゃなくて女性のことも虜にしちゃうんじゃないかっていう、はい、本当可愛らしいですよね。はいはいはい、僕もテンション上がりましたもん、お会いできてよかったです。お会いできて何よりでしたよ、ね、
その舞台が、ね、同じコーナーに出られて舞台があるんで、そうですね、まだ稽古こそ始まってないですけれども、まあ稽古は楽しみですね、はい、またおいおい告知ができていけたらと思っております、はいはいはい、ぜひ私も見に行きたいなと思ってます。必ず来てくださいね、はいはい、ぜひ、はいはい、皆さんもよろしくお願いします。そうですね、はい、じゃあ和しみりょう、はい、と検索していただく、そうですね、和しみりょうと検索すればまずブログやらいろいろ出てくると思いますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします、はい、ツイッターではいろいろとすごいあんなことからこんなことまでつぶやいてるという、あんなことやらこんなこと、そうですね、ほとんどラーメンですけども、はい、ラーメンのことほとんどラーメン和しみりょうでございます、はい、私もあのツイートでいろいろとつぶやいていこうかなと、はい、そうですね、あかねざわゆめるもぜひ検索よろしくお願いしますイエイよろしくお願いします、はい、はい、お願いします、はい、いろいろとね舞台が楽しそう、あの他の舞台もあるんで、日本そうですね、2本はありますのでね、まあどういう風になるのか、一つは時代ものですし、一つはなんか猫探という探偵、猫の探偵ものなんですかね、うん、はいはい、詳しい話まだ分かっていないので、まあ稽古が楽しみでございます、はい、そうですね、もう茜沢ゆめるさんもねこれからどんどん歌も歌われますもんね、出張ライブやってるんで、はい、ぜひメールとかあの電話番号もホームページに記載してるんで、マネージャー電話番号とか、はいはい、あの会社の電話番号とか、はい、そちらに電話一本いただいて、はい、ぜひいろんなイベントに呼んでください、よろしくお願いします、はい、お待ちしております、はい、じゃあ、はい、ここまでのお相手は愛媛県東温市の観光大使兼役者の和しみりょうと、はい、愛媛県、東温市観光大使、そしてシンガーソングライター、そしてこのゆめるのモナリザラウンジのオーナーで、はい、の茜沢ゆめるでした、はい、エンディングは、はい、私茜沢ゆめるの、これもおかげさまで皆様にねカラオケウガとかでも歌っていただいてます、こちらはホワイトウィザードの主題歌にも抜擢していただいたという、映画ホワイトウィザードの主題歌にも抜擢していただいた曲です、茜沢ゆめる光を聞きながらお別れです。それでは。